アスラ。はい、おはようございます。どうも、豆腐です。クレイです。というわけで今回は7月の改定で ABC が戻ってきたと、はい、いうところで、なんか今環境にもちょっとずつ入ってると。マジか。 ABC デッキどんな回り方に変わったのっていうのを見せていこうと思います、はい、先にデッキレシピが公開されてるかもしれないんですけど、はい、まあそれを踏まえてどういう風に回るのかっていうのを見せていこうと思います。はい。格納庫が戻ったんだっけ。格納庫が戻ってきました。あと新規が来たおかげでだいぶ強くなりました。はい、貝馬瀬戸の石によってドラゴン族が新たに採用されてます。そんなシナジーある新規あったっけ。覇王新規使えてないって言われてさ、あのダークブルムさんがついに居場所をね見つけたんですよ。むしろその前の扱いがひどい。ガンダムマーク2みたいな色してるやつ。一緒はグーじゃんけんぽい。先行先行。うん、こんな感じ。見えないか。このタイプのモンスターがいて、これか今からこれによって持ってくるカードで落とすカードがハンドにあると回ります、まあ、ぶっちゃけここ2枚とここなんか1枚あれば回る感じ、うん、すげえ今不吉なことを言いまくってるんだけど、何を言ってるのかさっぱりわからない。はい、じゃあ先行いきます。テラフォーミングですよ。はいはい。サージするのが竜の警告。ユニオン格納庫じゃない。格納庫じゃない。格納庫じゃない。竜の警告もう帰ってきたんだよね。いや悪さするんだよね。おい、じゃあ警告の効果起動するね。ハンド1枚切ると、デッキからドラゴン落とすよってことかね。はいはい。ここでダークブルムを捨てます。はいはい、ね、はいはい。暴竜の戦慄デストルドを墓地に送ります。はいはい。これもドラゴンの子なんですよ。で準備できました。デストルド何するんだっけ、はい、こいつ今から使うから。はい。まずダークブルムの効果を起動します。はいはい。こいつ墓地にいるときに自分ヒールにモンスターが存在してないと自身を特殊召喚することができます。はいはい。じゃあ特殊召喚します。どうぞ。はい、守備力1200強い。いやいや、まだ覇王の意志が。じゃあこの覇王の意志につられた暴竜のデストルトの効果が発動します。はいはい。まずライフを半分にします。コスト重い。手札墓地に存在するときにライフポイントを半分払って自分フィールドのレベル6以下のモンスター1体対象にして発動する。はいはい。このカードを特殊召喚します。この効果で特殊召喚したこいつはレベルが対象のモンスターのレベル分だけ下がります。はいはい。4つ下がる。4つ下がる。まあダークブルも対象にして4つ下がって自身も特殊召喚します。はい、こいつレベル3です。はい、中段なんですよ。ほう。レベル4ダークブルムにレベル3デストルトチューニングシンクロ召喚。はい、レベル7エンシェントフェアリードラゴンをシンクロ召喚。エンシェントフェアリーが出たと超強い。ダークブルムはエクストラ行って、こいつは地震の効果で特殊を書きますね。はい、はい、ちょっとごめんね。エンシェントフェアリーの効果使います。はいはい。フィールド魔法を破壊してフィールド魔法をサーチする効果があるんで、はい、これで竜の警告を破壊します。デッキからユニオン格納庫をサーチしていきます。はいはい。じゃあ格納庫発動するね。はいはい。まず効果処理としてデッキからユニオンモンスターを持ってくれるんでしょう。じゃあこれで B バスタードレイクをサーチします。はいはい。エンシャントフェリー2つ目の効果を発動します。はいはい。このターンバトルフェーズを放棄する代わりに手札からレベル4以下のモンスターを特殊召喚することができます。うん、先行だから関係ない。はい。B バスタードレイクを特殊召喚します。はいはい。今サーチですね。で、こいつらが召喚特殊召喚されるとユニオン格納庫の効果でデッキからこいつと名前の違う、ユニオンモンスターを装備することができます。はいはい。C クラッシュ Y バーンをデッキから装備します。うん、どうぞ。じゃあエンシェントフェアリーとビーバスタードレイクでリンク召喚。リンクに、プロキシードラゴンをリンク召喚。まあ、ぶっちゃけここリンクになら何でもいいんだけど、でビーバスタードレイクとクラッシュワイバーンは同じタイミングで墓地に行ったのでここチェーン組みます。はいはい。チェーン1クラッシュワイバーン、チェーン2ビーバスタードレイクの順番で組みます。はいはい。バスタードレイクの効果はデッキから、ユニオンモンスター1体サーチするよってことかね。はいはい。これでサルドコアをサーチしていきます。どうぞ。じゃあクラッシュワイバーンの効果で、手札からユニオンモンスターを特殊召喚できます。はい、ハンドに別のユニオンモンスターがいないと、これ発動自体ができないんですけど僕1枚持ってるんで、まあ解決でサーチしてくる A、はいはい、でこいつの効果で手札から、ユニオンモンスターを特殊召喚できるんだけど、はいはい、これで別に C クラッシュワイバーンには手札があったじゃん、うん、こいつを特殊召喚しなきゃいけないわけじゃないのね。はいはい。今これを解決する時点で手札にある好きなユニオンモンスターを一体特殊召喚できるでしょ。で、バスタードレイクの効果でアサルトコアをサーチしてきたんで、アサルトコアを特殊召喚します。おう、おう、オッケー。うさんくせちょっと分かりづらいと思うけどよ。はいはい。発動しますよって時に手札に何かユニオンモンスターいますよってことを証明しなきゃいけない。あ、なるほど。で、その後で別に出すモンスターは別のでもいい。で、まだ召喚源使ってない。自身の効果、エンシェントフェアリーはシンクロ召喚、エンシェントフェアリーの効果で B バスタードレイク、
だったので僕は何も召喚権を使ってないんですよ、うん、クラッシュアイマン出場召喚ですね。おっきい。でリンクに、プロキシードラゴン、こいつら2体で3体でリンク召喚、リンク4バレルロードドラゴンをリンク召喚します。出たークソ強いやつ出たークソ強いやつで C の効果をこの段使ってるのでもう使えないんですけど、 A ってまだ使ってないんですよ。使ってないね。はい、 A の効果で墓地からユニオンモンスターを回収できるんで C クラッシュアイマンを回収します。はいはい。手札が3枚、つまり2枚使ってこいつが勝ってる。おかしくね。おかしくない。でちなみに ABC 溜まってるんでこいつらを除外するとエクストラデッキから ABC ドラゴンマスターっていうのが出てくるんですよ。お帰りくださいお帰りください。でカードを2枚セットしてターンエンドで、はい、3000でしょ。3000です。でモンスター効果の対象にできない、はいはい、分離するわかりやすい。オープンゲットできます。プレータープランスセラセニアントを召喚します。召喚良いぞよ。まあ、なんか打ってきたらそれに対して打てばいいからね。じゃあ手札から超融合発動します。あっくそめんどくせえ。チェーンできないですか。チェーンできない。はい、どうぞ。じゃあコストで、サンデル禁止を捨てて、サンデル禁止を切る、はい、じゃあセラセニアントと、バレルロードで融合します。あ、はい、そうね。で対象にならないのはモンスターだけで、なおかつこれ対象取らないから、融合召喚レベル8スターベノフュージョンドラゴン。あ、そうか、トークンじゃなくて闇属性だから、フィールドの闇属性みたいな。じゃあスターベノムフュージョンドラゴンの効果と、セラセニアントの効果が発動します。はい、チェーン1セラセニアント、チェーン2、スターベノムで、はい。ベノムはなんだっけ。融合召喚成功時に相手フィールドのモンスターの攻撃力をパクることができます。なんで ABC を対象にして、攻撃力パクりたいです。セラセニアントがあれだっけ、高画で墓地に行ったから、デッキからプレデターカードをサーチができるね。サーチしてきます。あスターブが今2800、攻撃力すると5800、5800になります。めんどくさいので仙台払ってスキルドレイン発動します。チェーン3ね、遊戯王は逆順で解決するのでチェーン3のスキドレの効果で1000払って発動します。フィールドのモンスターの効果は全部無効になります。で効果発動したけど無効になります。無効になったから適用できない。で、墓地で発動するんで、じゃあサーチしていきます。はい、どうぞ。じゃあ手札に、プレーターグラフをサーチします。レザークラフト、OK、どうぞ。これフィールドの効果無効になってんだよね。そうですね。じゃあプレデターグラフを発動します。はい、墓地の、サンデオキンジを特殊召喚します。サンデオキンジを特殊召喚、融合できないよ。融合発動融合発動、じゃあスターベノムとサンデオキンジで融合召喚。融合召喚、レベル10スターベノムフュージョンドラゴン。んじゃあグリーディーじゃねえグリーディーベノムフュージョンドラゴンじゃあバトルフェーズ入りたいんですけど、はい、いいっすか。おう、どうぞ。リーベノムフュージョンドラゴンで ABC ドラゴンバスターに攻撃。じゃあ ABC ドラゴンバスターの効果を発動します。はい、ドラゴンバスターの効果で反動を切ってフィールドのカード1枚対象にして、スイート除外します。こいつね。チェーンないよこっちは。じゃあチェーン2で分離します。ドイツチェーンで発動できるっておかしくないから。まあいいいいよ。はい、何かありますか。ないです。ドラゴンバスターの効果で、はいはい、まあ、こいつ対象に取った、で、分離したいなっていう3体を対象にする。はいはい。じゃあ、自身をリリースします。あれ、スキドレで効果使えないんじゃないの？コストは払えるんですよ、このゲーム。まあ、コストと効果が2種あって、なんとかして発動するまでがコスト。はいはい、その後が効果、はいはい。効果が無効になるのね。コストは払えるんですよ。で、こいつのコストって、自身をリリースする、3体選択するがコスト。はいはい。3体選択した、自身をリリースした、でリリースするとフィールドからいなくなるんだよね、うん、でこいつってフィールドの効果が無効になるだけ。おう。でフィールドにいないよね。いなくなったね。解決時に解決時いなくなったね。効果が適用されて3体出ます。はいはい。でフィールドにいないからチェーン1の時の効果も使えるよね。お前使った時フィールドにいたじゃねえか。うわい、いやしね、嘘だろ嘘だしね。ちょっと何この状況。はい、じゃあ3体出ました。はいはい。除外されました。でユニオンモンスターが特殊召喚されましたよね。はいはい。基本核の効果の効果が発動してデッキから、じゃあアサルトコアをバスタードレイグに装備します。おかしいだろおかしいだろ、俺のターンだぞ。そんなことないよ、頑張れよ、諦めんなよじゃあターンエンドですね。じゃあドローさせていただきます。おかしいだろこれいや困っちゃうな。アサルトコアを分離するね。はい。で特殊召喚されました。デッキからリーバスタードレイグを。もう笑うしかないよね。引くの？そんな引かないでよ。引くよ。3体でリンク召喚。じゃあレコードとか出します。
攻撃標準かな。で、B が行く。で、デッキからサーチができる。ABC が全部これ、こう活動するのかな。はい。1、クラッシュ。はいはい。2、じゃあこれ。3、これ。で、墓地から回収するのがビーバーサードで行く。おぉ。で、こいつの効果で特殊召喚できるけど、ハンドにいなかったんですみません。そもそも発動できてないです。なるほど。残念。残念だなぁ。いや、でもあれ、召喚権さっき使ってなくね。ナイス。ですよね。さて召喚するね。どうぞ。ハンドにいない、オーバーレイネットワークを構築。はい、レベリオンモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。するじゃないの？シーズス召喚、フォープ、レイ、1体のモンスターでオーバーレイネットワークを再構築、ライトニング。ライトニング。ライトニング。横に3体いるんで、はい、あれえ無限ループ何これ。じゃバトル入ろうか。はい、じゃあレコード登録からでダイレクトアタック。はいはい。ただスキドレがあるせい攻撃力が上がらないんですよ。はいはい。2300。いや残念だな。ドラゴンバスターダイレクトオッケー。3000受ける。なんで受ける。2500。2500受ける。受けろ。200攻撃のライフどうしろと。もう何出してもこいつの効果です。まあ何出してもチェーンで逃げてこっちのカードが除外されるで、いやサレンダーで無理だろこれ。まあ、まずこいつをどける。どけようとすると逃げる。3体出てくる。でその後でライトニングとレコード投下を突破しなきゃいけない。仮にだってブラックホールつってもじゃあそれで逃げる。逃げる。でまたそいつらが出てきてさ、ちょっと、まあ、本当に B いるから少なくとも1体特殊召喚される。あれありがとうございました。ありがとうございました。動き気持ち悪いおかしいでしょ。おかしくねえよ。全然おかしくねえ。展開力おかしいでしょ。というかデストルドめんどくせえ。はい、デストルドが強いです。そうか、召喚権使わずにバニーモンスターをまた並べれるようになったからバレルロードを出して、なおかつ墓地に ABC が素材がたまると。そうね。でエンシェントフェリーの存在も大きくて、スカットフィールド魔法をどけて、ユニオン核ローグにアクセスできるっていうのが強い。なるほど。やっぱりそのついついとか、はいはい、ウララとかでまずそのフィールド魔法自体をどけられちゃうと結構辛いので、その辺をどうしちゃってカバーしていくのかっていうところかな。さっきレシピ見た時に A と C に2積みだったけど、うん、全部3積みじゃなくていいの？正直そっちの方がいいとは思ったんだけど、うん、とにかく初動でブルムかこいつかテラフォーミングか、竜の渓谷本体かボン回し、はいはい、ボン回しを持っていないと回らないんですよ。とりあえず竜の渓谷にアクセスできるカードと捨てるカードが欲しいと。欲しい。でこっちの 2体がいなきゃいけないから、はいはい、で最初 3-3 だったけど、あっちのユニオンモンスターがいっぱい来ちゃってとか、あと ユニオンモンスターユニオンモンスター自体も格納庫がないと弱いのね。はいはい。なんで、とにかくフィールド魔法にアクセスできるカードが欲しかったので、こっちを優先したのが一つと、あと絶対ここを落とすために最初竜の霊廟を採用してたんだけど、 あれ後半腐ってくるんでそうだね、しなくなってきたのもある。とにかく初手この布陣まで行くと結構突破すんのだるいので、そうだね、うん、ここをキープできればみたいな。3000打点2体はさすがにきついよこれ、うん、っていうのがあります。でまあデッキレシピ多分見してると思うけど、はい、ストラグ起点で大体組めるので興味がある人は組んでみてください。というわけでお相手は豆腐と黒井でした。じゃあ明日お疲れ様です。お疲れ様です。やっぱ格納庫釈放早かったでしょ。っていうか格納庫と警告が一緒に切っちゃって、あなおかつこれがドラゴン族だったのかな、はいはい、多分バレルロードデッキを強化しようねっていう流れだったと思うんだけ ど、 なるほど。バレルロードっていうかリボルバーがドラゴン族いっぱい連れてきたじゃん、はいはい、あれを強化しようねっていう流れだったんだけど解禁された時期が良くなかったおかしいよねこれ。いやついにブルームさんがね居場所を見つけたっていうのが僕は嬉しいんですよね見た目すごい好きなんだけど、うん、全然使い道なかったから。ハオデッキじゃないっていうのがなんとも、うん、結局魔術師だといらない子だし、まあそうだね、ハオを戦特化にしたも、まあ、なんかこいつは別にいらねえし、まあ、っていうか魔術師でハオ出したとか強いし、ね、ぶっちゃけハオデッキハオもあればなんとかなるもんねいやハオデッキは、うん、エクストラにハオ系のモンスターがいるだけで、ああなるほど、うん、
で覇王自体を使うには別に魔術師とかザボルグ使ってた方が早いんだけど、ああなるほど、これ別に居場所なかったんだよね。ほんとかわいそう。そう、見た目すげえ好きだけど使いどこねえなと思って、たらこんな使い方が、こんな使い方またあの警告ぶち込まれて泣くぞドラグニティがまたお腹なりになる可能性がね。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。